旧東方生命ビル東方生命保険相互会社は、かつて存在した、日本の生命保険会社である。1999年6月に経営破綻し、保有していた、保険契約は、外資系の AIG エジソン生命保険を経て、ジブラルタ生命保険に引き継がれている。東京都渋谷区の近納坂にあったかつての本社ビル、東方生命ビルは、渋谷クロスタワーとなり、銀座にあった。 旧本社ビル、銀座東方生命ビルは建て替えられ、商業施設、増位銀座となっている。明治時代に設立された、徴兵保険会社、第一徴兵保険を前身とする、生命保険会社で、第二次世界大戦後に、東方生命保険相互会社となった。歴史的経緯から、駐屯地や地方本部といった、自衛隊施設へ出入りする営業を行っており、 自衛官世帯の契約が多いことでも知られていた。他社で自衛隊施設での営業を行っていたのは、共栄生命のみであった。東方生命は、大田一族が3代80年以上にわたり、同族経営を続けてきた会社である。1995年7月、同社社長であった、大田製造が18年間訓練した同社を去り、大竹や東方生命にとって、 歴史的な出来事となった。明治期に博多の実業家であった大田の祖父が経営再建のため上京して以来続いていた大田一族による支配に幕が下ろされた。株価の下落による運用株式の評価損発生や融資先の不良再建処理に加え予定利率の逆座屋によって1997年には財務基盤の悪化が明らかとなった。このため、 東方生命はアメリカの大手ノンバンクである GE キャピタルと資本提携以下のような新旧分離に似たスキームを用いての経営再建を目指した。まず東方生命と GE キャピタルの合弁で GE キャピタルエジソン生命保険株式会社を新設した。東方生命の新規募集事業と営業部門の従業員についてはエジソン生命へ包括移転され、 東方生命としての新規契約は停止。この時点で東方生命は既存保険契約の保全管理を主に取り扱う会社となった。GE キャピタルエジソン生命として新規契約を締結した生命保険については東方生命再保険をかけて年500億円程度の資金を支払い、東方生命の財務体質の改善を図ることとなった。しかしながら、 この再建策にあたっては、経済外況予測が甘く見積もられ、株式評価損のさらなる形状と不良再建の増加による貸し倒れ引当金の積増を余儀なくされた。また、1997年度だけでも、前年比20%程度の保険契約の満期、中途解約の続出による資金流出があった。1999年3月期決算での債務、超過状態が、 確実視されていたが、東方生命は、同月、列五ローンで450億円余りを調達した。さらに、渋谷の本社、東方生命ビルの新宅受益券を約200億円でゴールドマンサックスへ売却した。これらの資金はそれぞれ運転資金に充当されたと見られた。同様の形態で、外資系金融と組んで自主債権を図る手法は、東方生命方式と呼ばれ、 後に、千代田生命保険も試みたものの、千代田生命は提携が破断となり経営破綻した。1999年6月4日、同年3月期決算で2000億円を超える債務超過と見込まれ、東末による感謝では意見不表明とされた。同日、金融監督庁による業務停止命令が発令され、経営陣は自主経営の断念を表明。 東方生命は、名実ともに経営破綻に至った。破綻処理にあたっては、GE キャピタルが、スポンサー、GE キャピタルエジソン生命が、受け皿会社に名乗りを上げた。生命保険契約者保護機構とエジソン生命の、拠出金により、養老保険などの責任準備金は、最大1割、削減、個人年金保険などの予定利率は、強制的に引き下げられたが、 死亡保障などは特例で保護の上、ほとんどの契約は社名変更した GE エジソン生命へ契約移転された。2001年に契約移転分について契約者、配当金が一部削減されたものの支払われている。同社は2003年に AIG が買収し、2002年から AIG エジソン生命と解消し、かつて東方生命方式による再建を拡索した。 旧千代田生命と同一資本家に入った。2012年1月にエジソン生命と共にジブラルタ生命保険へ吸収合併された。ABCD 佐藤智康著、豪圧地方豪族のネットワーク484ページ。ありがとうございます。